はい、中学2年生ですね。ここのところ不定詞というお話をやってきてました。不定詞というのはどういう形かというと、はい、to に動詞の原型が続いた形でしたね。はい、これで不定詞なんていうところですね。さあ、そして3つの用法があったんですね。まず最初にやったのが、はい、名詞的用法というものでした。ね、名詞的用法。ね、はい、名詞的用法はどんな意味になるかっていうと、何々することという意味で取ったんでしたよね。はい、ですから、I like to play tennis ね。I to プラス動詞の原型。この部分が不定詞で、何々すること。はい、ですので、私は好きなんですよ。はい、何が好きなの？はい、to play tennis。はい、テニスをすることが好きなんだね。なんていうことで、私はテニスをすることが好きですね。はい、こんな形の名詞的用法というのを一番最初に勉強しましたですね。で、そして、前回あたりやったのが、はい、今度は、副詞的用法ですね。はい、副詞的用法ですね。副詞的用法、どんなような意味で取ったっけかなっていうと、何々するためになんていうことで、目的を表すなんていうんでやりましたね。We went to the park to play soccer. ね。はい、to プラス動詞の原型ですから、はい、ここじゃないよ、不定詞。ね。はい、こっちだね、to プラス動詞の原型。こちらが、不定詞ということでした。副詞的用法の場合は、to の直前というかね、to の前までで一旦文章をね、こう、完成してる文章があったんですよね。それに to 何々っていうことで不定詞をプラスしたみたいな形でした。だから、私たちは公園に行ったんです。私たちは公園に行ったんです。私たちは公園に行ったんです。はい、何をするために？はい、これが不定詞で、書かれたということですね。はい、to play soccer。はい、ですから私たちは、はい、サッカーをするために公園に行きました。で、なんていう風になってきたということでしたよね。そして今日はもう一つの、はい、形容詞的用法というのをね、紹介しました。ね、これが今日のメインテーマでございます。はい、どんな意味になるか、何々すべきとか、何々するためのなんてなるのが、この形容詞的用法でしたね。作りとしては、先ほどの副詞的用法のように、不定詞の前までで、文章としては成立してるんだね。はい、だから例えば、He has many books. うん。これを、たくさんの本を持ってます。I have no time. ね。私は時間がないです。I want something. 私は何か欲しいです。ね、いうことなんだね。はい、で、to 以下。はい、すべきとか、するためのということで取っていきます。不定詞ですね。I to プラス動詞の原型が、はい、形容詞的用法の場合はね、すぐ直前の名詞、こいつを説明してあげるのよ。はい、ですから彼はたくさんの本を持ってるんだけれども、どんな本なのか、それが不定詞で、to read、何ね、すべき、するための。はい、ですから読むべき本、読むための本と、ね、いうことになるわけですね。はい、ですので、意味としては、はい、まず彼は、ね、彼は、ということでいいですよね。はい、読むべき、または読むための、たくさんの本を持っています。まあ、ハブの場合、あるなんていうふうに訳として取ってもいいかもしれないね。たくさんの本がありますなんて言っちゃってもいいかもしれない。はい、ですが、形容詞的用法、すべき、するためのということで、すぐ、to の直前の名詞を説明してあげてるということだね。まあ、名詞を説明するだけに形容詞。はい、だから形容詞的用法ということになってくるわけですな。はい、続いてどうでしょう ?I have no time. 私は時間がないですよ。はい、どんな時間がないんですか ?to play tennis な時間がないんですね。やはり直前タイムをすべきするための時間ということで、引っ掛けてあげてください。はい、ですから私は、はい、テニスをすべきするための時間がないです。っていうようなことになってくるわけだね。I have no time to play tennis ね。私は、テニスをすべきするための時間がありません。ということですね。そして、形容詞的用法で、これ結構ね、これ出てくる。この文章よく出てきます。I want something to eat ね。I want something to eat。はい、先ほども言いました。want は欲しい。something 何か。
だから私は何か欲しいんですということですね。でそして to eat だから、はい、すべきするための、食べるべき、食べるためのやはり同じように、直前の名詞、つまり something、何かをに引っかかってもらえればいいね。はい、ですから私は食べるべき、食べるための何かが欲しいですとなるのが、まあ、まずの基本通りなのかもしれませんが、これよくこんな感じで訳されます。はい、私は何か食べるものとか何か食べ物が欲しいですってなんていうようなことになってくるわけですよ。だから何か飲み物にしたければ something to drink でなんていうふうにしてあげたときはね、何か飲み物なんていうことになりますね。で、例えば何か温かい飲み物とか何か冷たい飲み物とかってなった時はこれドリンクにするんだけど、ホットとかコールドをどこに入れてあげようかっていうことになるんだね。でそんな時にちょっとあちこち書いちゃうとなんだけど、ね、こんな感じになります。あ、例えばじゃあ I want、ね、something、じゃあコールド、ね、そして to drink、 何か冷たい飲み物が欲しいですなんて言ったりする時ね、はい、コールド、ここの位置に入ってくるんです。Something cold、ね、ここの位置ね。だから例えば何か温かいものなんていうことであれば Something hot to drink、ね、なんていうふうになるし、冷たいということであったんで I want something cold to drink、ね、なんていうことで、はい、よく、ね、訳としては例えば私は何か食べ物が欲しいです、何か飲み物が欲しいですなんていうことで、ね、訳として取っていくものになるんですが、さらに飲み物の時とか、ね、この hot とか cold とかっていうのね、位置、だから並べ替えの問題とかでもね、結構話題になってくる文章ではあるんですということでございました。はい、ということで本日はね、名詞的、今までの名詞的用法、副詞的用法に続きまして形容詞的用法っていうのを紹介してみました。すべき、するためのという意味で、すぐ直前の名詞を説明してあげるよというのがこの形容詞的用法でございました。まあ非常に大切な、まあだけに難しい不定詞ではありますが、どうでしょう、一旦3つのね、話題、用法としては紹介できましたということになりました。まあ、もうちょっと練習は必要ですね。では、また。